なんか俺ね、キャッスルのアビリティでグレイを切れる気がするんだけど、どうなん実際。実際どうなんなんか、こう置いた時の後ろ側のアークスターは当たらないみたいな。ない?え、当たらないんだけど、ほんとに。なんで?え?なんか、空爆は食らわないって見たんだよ、どっかで。え?なんで?これバグじゃない?普通に。いや、強いぞ、これなんで?なんか当たんないんだろ、これ。え、テルミットどうなるんじゃ?テルミットはさ、当たり判定が手前まで入ってくるけど。あ、こういうことなんだ。わかったわ。はい。わかりやす、お前。テレミが一番わかりやすいな。こういうことです、皆さん。はい。な、壁があります。見えないところに。はい。めっちゃわかりやすいじゃん、これ。こんな感じに守れるエリアがあるんだ。だからこれより奥側のグレは全部塞ぐし、自分がこれに当たる位置まで行っちゃうと食らっちゃうんだ。あー、わかりやすいな。じゃあ逆によ。待って、これじゃあ逆に、内側からやるとどうなのこれって。ちょ、動くの、動くの、動くの。内側から出ないの?うわ。クソみたいなテレビできたわ。なるほどね。